個人戦の方はなんかぶっちゃけなんかいろいろとなんかやっぱそのギミックっていうのその練習してたから、あこのギミック見たことあるなみたいのが多くて、あとあの右側でなんか爆発してるとかがチラッと見えたりしたから、その練習をしてたからいけたっていうのがあったかなって思った。クッパ踏めないって察したのがすごかった。クッパ踏めないっていうより、あのクッパ倒したところであの他の敵がいたじゃん、あこんなになんか避けゲーみたいのっておかしいなって思ったのと、途中でボンって言ったのが気になったの。右側なんか なんであそこ爆発してんだろうみたいな、あなんかあそここうなんか演出で爆発するっておかしいなって思って、上の方見たらあのブロックがさ妨害してたじゃん。あれさ、おっきいマリオだったらさ、ボンボンっていけると思うんだけど、これちっちゃマリオできちゃった人、クリアできなくないって思ったんだよね、それ見た時に。で、ちっちゃいマリオでも、クリアできるように作られてるはずだなと思ったから、上の方チラって見たらパウブロックあったから、あ、これパウブロックが落ちてくるのを待つんだなと思って待った。そしたら、勝手に、バーンってなったから、あ、いけるーと思っていった。やっぱそうだ、